まあ、最初はあの広告がこれ流れてるんですもんね。最初は喋んなくていいんだよね。あ、もう一人見てる。あれ早いな。皆さんこんばんは。欧州宣伝おもてなし集団伊達部招待長谷倉恒永でございます。2月17日水曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。407年前でしたね。407年前、1614年、この年も2月17日が水曜日でした。そしてこの2月17日に洗礼を受けたのが拙者長谷倉恒永でございます。ちょっとそのところ読んでみましょうか。あ、全部閉まっちゃった。ちょっと今ね、今開きますからね、ちょっと待ってくださいね。そうなんですよ、長谷倉ナイトでね、今やってた部分ですよね。他の人はみんなお金払ってきてるんだけど、ちょっとここだけね、この部分ちょっとだけ読みましょうね。ね、これね、これどこでも読めますから、仙台市博物館で出しております。仙台市市ね、慶長嫌悪施設編のやつですね。ここにこう書いてあります。こういうふうに映ってんのかな、ここか、映ってんのか。2月17日水曜日、国王陛下大使の洗礼という聖なる史跡が専属女子修道会の総員で行われる旨の命令を出され、国王ご自身はフランシス王妃に選ばれた王女と2人のやんごとなき王女、それからスペインの大勢のお偉方、役職者や領主たちとともにその場に列席されたというふうに書いてございました。はい。スペインの王都マドリッドにあります女子、専属女子修道院レス・デスカルサス・レアレスというですね、修道院、王立の修道院で、拙者の洗礼式が行われたのがちょうど2月17日の水曜日だったんですね。はい、ね、会場の皆さんも晩ですってね、来てますね、ありがとうございます。はい、というわけで、来週は長谷倉ナイトお休みでございますが、3月、1回だけ行うことになりまして、こちらでございますね、予告編。本当にあった伊達の隠密黒羽ばき組、本当にあった怖い話。ひな祭りじゃないんですね、ひな祭りじゃないんですね、3月3日なんですけども、本当にあった伊達の隠密黒羽ばき組ということでね、黒羽ばき組についてちょっとですね、資料を探していきたいなと思っております。3月3日水曜日、19時10分から20時10分でございます。ちょうどあの伊達部招待とパフォーマンス集団シロエイさんがね、一緒に行う伊達スペクタクルというですね、催しも、シロエイさんのパフォーマンスの方が、あの黒羽ばき組としてですね、忍者としてですね、あの高いレベルのパフォーマンスを見せてくださるんじゃないかということでですね、非常に、まあ、くださるんじゃないかというか、くださるんですよ。もう私も稽古でね、一緒にいるんですけども、すごいよ、かっこいいね。そういうものが見れますので、ぜひ、おいでいただければと思います。昨日かな、ね、詳細が改めてまた出たようですから、今日か、あ、今日出たんだ、今日の午前中に出たんだ。トレーラー見ました？なんかあの、なんていうの、予告動画ね、かっこいいですよね。まあ、政宗様もね、普段あの兜をお召しになってますけどもね、兜外してなんか踊りも踊るのかもしれないですね。ちょっとね、楽しみでございます。伊達スペ、ぜひご期待ください。まあ、それの前哨戦じゃないですけれども、黒羽ばき組のお話をさせていただきたいと思います。ぜひ、会場でお会いしましょう。まあ、来れない方は予告編だけ見てください。はい、というわけでまたお会いしましょう。ありがとうございました。あとなんか長谷倉恒永の最後っていう本も見つけましたので、最近出たのかな、これね、最近じゃない、結構前、12月に買った、初版が10月31日だね、
去年の10月に出てたんですけども、あの金光堂さんで、2位かなんかに入ってたから、あ買わなきゃと思ってね買ったんですね。私の最後は一体どういうふうに書かれているのか、まだ私も読んでませんけれども、ぜひ読んでみてください。ありがとうございました。